はい。皆さん、こんにちは。こんばんは。GK です。今日なんですけれども、今日は、えー、プロスピやっていきたいと思います。まあね、えー、2023シリーズ2に本気を出す男の物語というところでやっておるんですけれども、はい。今日ね、9月30日なので、9月の最終日になります。なので、えー、報告動画を上げたいなと思います。はい。ということでね、いつも通りやっていきたいんですけれども、まあね、OB がついに始まりましたね。はい。 まあね、オリックスブーマー選手、すごく <laughs> 欲しいんですけれども、ん、まあ一応累計は取りに行きますけどね。はい、取りに行こうと思います。けれども、まあちょっとガチャ回したりとかまではしないので、もう一年ちょっと遅く出てほしかったなっていうところがありますけど、正直。もう一年遅く出てたらね、取り入ってたと思うんですけれども、まあね、来年もね、まあどうせまたいい OB 出てくると思うんで、まあそこはね、そこで期待したいなと思うんですけれども、ということで、じゃあ毎月の恒例の報告会やっていきます。 まずね、この動画初めて見ていただいた人いると思うんですけれども、まあ一応ね、説明をちょっとさせていただきます。えー、毎月15日と月最終日に途中経過報告と、えー、溜まった契約書を開封していきますというね、動画を撮ってます。で、2023のシリーズ2が本番になりますので、まあそこまでにね、力を貯めて一気に全力を出すために1年以上かけて準備をしている最中であります。 はい。ということで、まあ、目標はね、一応50位以内ぐらいに設定してます。はい。ちなみに、ね、先日まで行われました最強決定戦は1000、千何百位ぐらいでしたね。はい。まあまあ仕方ないでしょう。<laughs> まあまあそんなもんでしょうって感じですね。はい。ちなみに、ま、開始時のエナジーなんですけど気になる人いると思うんで、一応報告しとくと343でしたね。この時ね。とりあえず毎日デイリーミッションやったりとか、ま、いろいろね、ま、あその他イベントとかも、ま、あ無理せずに、まあ、ね。 メリットある分だけやっていこうかなって感じですね。はい。ただまあエナジーを貯めていく企画ではないので、まああくまでね、使うべきところが来たらしっかりと使っていくって感じなので、まあ必ずしもエナジーが溜まっていくかどうかって言われたらちょっとね、半月間どうなるかっていうのはその時次第かなと思います。はい。ということでここからなんですけれども、今月の各種保有数を、えー、報告したいと思います。はい。まずエナジーとアイテムなんですけれども、1082でした。減りましたね。 まあ減った理由としては、まあ限界突破コーチガチャ回したりとか、まあ、今回のね、ブーマー選手取りに行くにあたって、まあ特攻ガチャね、OA ランクの分を5回と、次チーム3回目までかな、確定のとこまで回して計200使って、まあ450エナジー消費してのマイナス64でした。まあ、比較的そうですね、この後半、うん、あんまりそんなすごくもらえるようなイベントがあったわけではなくて、まあ、キャラバンとかもまあちょこちょこやりましたけど、消費なしぐらいでね、うん。 まあまあそんなには溜まらなかったっすね。はい。まあでも半月でこんだけガチャ消費したらまあ減るでしょうね。はい。まあまた後半また増えると思うんですけど、まあそこはね、出し、出し押し見せずに使うべきタイミングは使っていきたいと思います。はい。でも一応ね、ちょっと見てみると限界突破格子とかもだいぶ溜まってきたんで、まあどれぐらいいるんかなっていうのがちょっと難しいとこですけど、まあ溜めれるだけ溜めていこうかなと思います。はい。毎月の交換とかね、あのガチャとか。 まあルレ、ルレヒとかね。そういったところでもらえると思うんで、そういったのは取り逃しないようにやっていくのと、あと特訓コーチと、まあ、特殊コーチもね、ちょっとね、考えていかないといけないんですけれども、ここはまあ、おいおい、ちょっと考えていきたいなと思います。はい。ということで、ここからなんですけれども、選手量の主な内訳は一覧のこちらの通りですね。えー、左、右ね、右に数字振ってる、赤い数字振ってる選手は増えた選手の数ですね。 まあちなみにレベルま、レベルマンじゃないと入れてないんで、まあ実際持ってる選手とかもっといるんですけれども、はい。まあ選手量はこんな感じで、まあ保管数が増えましたね。うん。まあ結構2桁乗ってくる選手とかもやっぱね増えてきたんで、まあこの調子でどんどん主力は特にね、貯めていきたいなと思います。はい。で、後半はこちらですね。はい。入りきれなかった分の4選手と S ランクは今で11枚溜まってます。まあこれもミキサーとかに今後使うと思うんで、まあこれもね、貯めれるだけ貯めておきたいですね。はい。 まあ限界突破、まあ、スピー解放とかも場合によってはね、ちょっといる可能性あるんで、まあそこに向けてね、ちょっと S ランクも保管していきたいと思います。はい。ってな感じで、えー、紹介っていうか報告はまあこんなもんにしておきますか。はい。まあ来月、まあそうですね、もうすぐ周年とかも来るんで、まあそういう時になったらもっともっと溜まっていくもんだと思うんですけれども、まあガチャが来たりとかもね、するんでね。まあ、はい。 溜まっていくとは思うんですけれども、まあ、基本的にアニバとかは手出さないんでね、まあ、あんまり気にしなくてもいいんですけれども、ん、どうかな、今シーズン中、手出す、その、なんていうかな、普通の選手目的で多分ガチャ回すことはほぼないとは思うんですけど、またちょっと、まあ、イレギュラーなことが起きたりとかしたらちょっと考えますけど、<laughs> とりあえずはね、はい、まあ、選手とかも A ランクとかもガッツリ溜めて、もう更新もせずに、ね、まあ、自治体も当たっても更新せずにどんどん溜めていきたいなと思います。 はい。ということで、えー、ここまで,で報告になります。で、ここからね、ちょっと、はい、開封動画したいと思いますので、えー、一旦プロスピに移動します。はい。ということでね、移動してきたんですけれども、早速引いていきたいなと思います。まあ、今回ね、キャラバンがあったんで、まあそうですね、スランク30%とかもあるんですけれども、まずいつも通り、まあ、ゴールド契約書から開封していきますかね。はい。<laughs> まあ10%とかね、まあ、自チームとかもあるんですけど、まあゴールドもね、やっぱね、貯めると、まあ、10枚ぐらい貯まるね。 今回9枚かな。はい。じゃあ、引いていきたいと思います。はい、お願いします。さあ、自チーム A とか欲しいですね。S ランクも欲しいんですけど。さあ、ゴールドどうでしょうかね今月は。今月も終わりは。ああ <laughs> おー、オッケーオッケー。あ A ね。はいはい。何枚でしょうね。ほら、A ぐら当たらんとな。堀選手。 もう1枚欲しいな。もう1枚。もう1枚ないか。ああ、1枚か <laughs>。渋いですね、最近ね。まあ、でもいいでしょう。ミキサー要因ですね。で A ランクを回していきますと、普通のね。ちょっと、次チームはちょっと後でにしましょう。はい。いきます。ここから欲しいですね。他欲しい。自チーム A5 枚分あるからな、勝ちとしては。 さあどうなるでしょうさあ,あしかも今回私立見たらえっとね黒木選手とかこら辺が追加されてるんで欲しいんですよねマルモレホ選手うん武田選手いやあ自チーム当たらんな <laughs> 12分の1なんやけどなまあ、ここは自チーム確定なんでこれできれば持ってない選手欲しいよな正直な話 まあ誰でもいいんですけど正直な話 <laughs> 正直な話ね、うん、誰でもい,いっちゃいいんですけどまあありがたいですね、A、ランク2チームはねさあ誰でしょう若月選手はいああ富山選手ねまあまあまあいいでしょうここら辺はそんなに数持ってないんでまあまあいいでしょうねはいじゃあ10敗いきますかお願いしますさあ引けるでしょうか S ランク ちなみに S ランク契約書ないやんって思う人いるでしょう無理して取り入ってないんですよねうんそんなに正直別にいらないからなはい磯畑選手出ないね今日 <laughs> 今回自治部出ないなおかしいなじゃあこれで30%最後です2枚あります1枚ぐらい S ランク引いてくださいさあ頼むばい起きた さあ、2枚か1枚か、どっちでしょうか。おおー、浜田選手。はい。もう1枚、はい。あー、ヤクルトガチャ。<laughs> まあいいでしょう。まあ1枚引けたんでね。まあいいでしょう。ってことで、まあ一応ミキサーしますか。ちょっと特攻分間違えてしないようにしないといけないんですけど。まあ、大丈夫やね。よし。いや、バウーマー選手、欲しいよね、ブーマー選手ね。 ブーマー選手欲しいけど、欲しいけどね、うーんって感じよね。<laughs> まあ12分の1に、ね、かけるんでね、まあ、勝負はできるんで、あ、胸選手のね、はい、はいはい。いいね。よしってことで、まあ、こんなもんかな。はい。報告としては以上になります。ということで、じゃあ次ね、えー、っと、10月の前半終わったらまた動画上げますのでよろしくお願いします。ということで、じゃあ今日の動画はこれで終わります。 ご視聴ありがとうございました。これにて失礼します。バイバイ。